日日の配信は、庭文雄による小説、及び、それを原作とした、映画、ドラマ化作品である。1956年5月14日から1957年3月12日まで、毎日新聞の長官に301回にわたり、連載された、新聞連載小説。1957年、毎日新聞社から単行本が刊行。1958年に、 新潮文庫が刊行経済雑誌を発行している出版会社、経済と事業者の社長である主人公、土井博之には約2年間病床にある妻、土井智子がおり、これまでは浮気もせずに彼女のことを愛していたが、東京から車で東海道を通って2時間余りのところにある桜と妄想地区と杉の小立に囲まれた湯河原の温泉宿でふとした行きずりに、 やしろいくこと出会う。いくこは、未亡人となって、満州から日本に引き上げてきたが、生活苦になり、苦境を銀座にある宝石貴金属商店、春日堂の社長、六角倉吉に救われて、今は、彼の目かけになっている。広幸は、病身の妻を愛しているとはいえ、日陰の人生に愛情を求めてあがく情熱の女、いくことであったことで、 これまで無意識であった大人の男として奥底に潜んでいた愛の欲望をゆえに彼女との恋愛に身を焦がすようになる。こうしてゆきの妻、とも子に対する日日の配信が始まった。1958年2月16日公開。小畜配給。1960年7月4日から9月26日にフジテレビにて放送された。 放送時間は毎週月曜13時13時30分。全13回。講師聴率を獲得し、昼メロ前世への講師となった。キャストスタッフ1967年1月30日から4月28日に、東海テレビ制作の15分昼、ドラマ枠にて放送された。全65回。白黒作品。キャストスタッフ、ありがとうございます。